タロ散歩チャンネル。ということで、こんにちは、太郎でございます。本日2020年の10月9日金曜日、ご覧の通り私今日は札幌の大通公園でくつろいでおりました。で、仕事が終わって、でちょうど、ね、まあ、9時ちょっと過ぎたんで、まあ、そこら辺のベンチでプレミア公開見てたって、そんな感じなんですけれども、いやでも本当すっかり涼しいというか、ちょっとヒヤッとするぐらいになってきちゃいましたね。現在の明治安田生命ビルの温度計がね、こちらで13度というふうになってますけれども、こんな感じで。今日上げた動画はもうね、ちょうどね、大通公園で最後だったんですけれども、8月16日の時。あの時はね、今より11度高い24度ありましたよ。まあ、すっかり秋になって、そろそろ冬じゃないかっていうような、そんなような天気になってまいりました。でですね、とりあえずまあ9時半ぐらいなので、まあ、なんか軽くなんか札幌で食べて帰ろうかなっていうね、まあ、例の動画でも撮ろうかと思いますので、今日も何卒よろしくお願いいたします。まあ、大通公園から駅前通り方面に行こうか、すすきの方面に行こうか迷いましたけれども、とりあえず南側のすすきの方面に向かって歩いていきたいと思います。まあね、行くかどうかわからないと言ってもですね、すすきのに。でもこの60倍のズームを持ってしたらばですね、日課のおじさんがね、こんなにはっきり見えるんですよね。場所はですね、今ね、ここ明治安田生命ビルの下にいるんですけども、13度って書いてある、まあ、あっちまで行ってもいいんですけど、4丁角ぐらいですから、まあ、行かなくてもそこら辺に食べるものっていっぱいありますからね。そばもあれば牛丼もあれば、あと4丁目行けばパスタもありますからね。あ、パスタ屋さんはそうだ、10時までやってるからどうしようかな。なんかね、今ね、家帰ってもね、普通にパスタしか作るものがないんで、というかそういう食材しかないんで、パスタはいいかなって感じなんですよね。これは全方向に渡ってよしですか。じゃあたまに斜めに渡ってみましょうか。向こうには外回り循環の路面電車が止まっておりますが、夕飯食べに来ただけなんで。ああそうそうそう、お、なんだこれは。お、なんか地味にミクさんじゃないですかこれ。まあね、急にね、街の声がね、なんか電車が通過するとか言い出したんですよ。あ、通過しますよ。カメですよ。バイプランですよ。もしもしカメよ、カメさんよ。もう世界で一番お前こそ歩みの呪いものはない。どうしてそんなに呪いのかって言いたいぐらいね、普通の速度で路面電車を駆け抜けておりますけれども。丸木工事4丁目。まあ、4丁目といえばね、すすきの方面にちょっとカメラを向けますと、まあ、ロッテリアバーガーに始まり、お隣には吉野家、そしてちょっと奥にはローソンがあって、そしてその向こうにはモスバーガーで、もうちょっと行くとね、あれがあるんですけど、マクドナルド、ちょっとここから見えませんけど、あのすすきの交差点のあたりにあるんですけどね、そこでもいいんですけれども、こっちは何かあったっけな。あ、こっちはね、セコマが2丁目にあるぐらいか。吉野家にしますか。これですね。まあ吉野家で牛丼大盛り税込み574円をいただいて、じゃあ札幌駅方面にぼちぼち戻りましょうか。10時ちょっと前ですね。まあ、たぬき工事2丁目のベガスベガスに久々に来てみたんですけれども、あのね、ちゃんとね、10月の衣装になってた。これがちょっと気になったんですよ。なんか最近なんだかっていう、タレントさんだかモデルさんだかを使ってね、宣伝やってることが多いんで、実写のことが多かったんですけれども、今回はちゃんとハロウィンのコスプレになってますね。まあ、そして工事の柵がハローキティになってます、こちら。虹をつかむ猫、ハローキティ。
ここもちょうどあのたぬき工事の3丁目の角の工事してるところですけれども、どんなビルができるんでしょうか。なんかあのたぬき工事のあの歩道側のあたりには何か休憩スペースができるらしいですけどね。なんかちょうどこのビルのところにあの工事の歩みということで、2018年4月からなんか1ヶ月ごとに ここの街のね様子、街じゃないビルの様子のねなんか変化をずっとね撮った写真がずっと並べられてるんですよ。6699、あちょっと飛んでるんですけど、10月ビルがなくなっていって、まあ、そして更地になって、今また基礎とか作り直して結構立派なビルになるみたいですけれども、ちょっと完成が楽しみですね。あの基礎さえ作っちゃって枠さえ作っちゃえば、あとはねもう出来上がるまで本当早いですからね、こういう建物って。でちょうどこれが2ヶ月前8月の様子。あこうやって見るとやっぱりなんかたぬき工事のあたりも華やかですよね。ちょっと今の横断歩道生人がいないですけれども、まあ、また日を改めて札幌で仕事はしょくちょくあるので、その時にでもまた街をゆっくり歩いてみたいと思いますし、まあ、もしくはそうだな、なんかまた地下鉄かバスの一日乗車券の旅とかもちょくちょくやりたいんで、まあ、そういう時に寄り道しても面白いかもわかんないですね。そして再び南一条のスクランブル交差点、また何らかの外回り循環の電車が止まってますね。まあ、そして大通公園に戻ってきました。今の時間がですね10時超えて10時7分、そして明治安田生命ビルの温度計が現在こちら13度ということで、そう暗くなってからの温度の変化って今日はないですね。なんかだんだん冷えたりする人、何にも変わんない人なんかあるんですけどね、今日は、まあ、13度で安定しています。ただちょっとねコートがないとやっぱりちょっと肌寒いかなという感じです。まあまあ、ギリ大丈夫かなって感じですけどね。まあ、4ヶ月ぐらいすれば2月の頭になりまして、例年であればここ大通公園では札幌雪まつりをやるはずなんですけども、来年どうでしょうかね、やるんでしょうか。あの2020年今年の2月にはやって、でまあそれなりにまたビデオ撮ってきたんですけどね。でもなんか今年やるのかな。まあ一応あれですよね、雪ミックのデザインはもう決定していて、まあ多分電車もそういうの走るでしょう。そうですね、そっからとかどうかなって感じですよね。実際やるかもしれないし、やんないかもしれないし、ちょっと今後のそうコロナの感染の状況に売り切れという感じですけれども、なんか私はなんか2月になるとここで雪まつりをやるのは当たり前のようにずっと育ってきた世代なので、ちょっとねどうなるかなってちょっと気になりますって感じですけどね。札幌駅戻ってまいりました。現在の JR タワーの温度計が 13.0 度、まあ、こちらも13度ですね。明日の天気はどうでしょう。お晴れマーク。明日の天気はもう晴れ一択ということで、明日は絶好のお出かけ日和なんですけれども、あいにく私はそう仕事がねお昼から夜まであるので、ちょっとね出かけるのは微妙じゃないかなと思います。でももしかしたら明後日とかがもうこの天気ですごく良ければ、どうかな、日高線とか一回行ってみたいんですよ。去年ねすごいあの土砂降りの中行ってきましたからね。そう土砂降りになる前に一回晴れのそう日高本線行ってみたいんですよね。またサマーにまで行って何にもしないで帰ってくるっていう。まあ、時間ももう10時20分なんで、この辺ぐらいにして今日はおしまいにしましょうかね。まあということで今日は、まあ、札幌駅と、まあ、その周辺で仕事があったんで、まあ、帰りにたぬき工事のところの吉野家に寄って、まあ、牛丼食べて帰るという、まあ、そんな様子をお送りしました。じゃあ、今回もご視聴いただきましてどうもありがとうございます。またじゃあ次の動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。ツイッター、インスタグラム、太郎の雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。